今回はね、土は生きているっていう話をしたいなと思います。でそれですごく参考になる動画が、前あって YouTube 上にあって消されて、でまた上がったんで、そのまた上がった動画のリンクを説明欄の方にリンクで貼っておきますんで、そっちも参考にしてください。ちょっと50分弱の長い動画になるんだけども、埼玉県の菅さんっていうすごい農家さん、俺も直接会って見てきて勉強させてもらった農家さんなんだけども、まあ、すごい農家さんを一つの事例として取り上げて、自然農法の中の、まあ、有機農業だねの土、まあ、生きている土っていうタイトルの動画なんで、それも見てもらいたいなと思います。説明欄に貼っておきますんで、参考にしてほしいなと思います。で土ってのは本当に生きているものであって、刻々と変化してます。ずっと俺らの体も常に変化しながら、変化をしながらも一定の状態、ホメオスタシス、恒常性を持って変化してるのね。こう上がり下がりがあるんだけども、だいたい一定の状態を保とうとしているんで、そういう傾向があるものは、まあ、生き物だと生きているっていうふうに見なすんだよね。ガイアリのも同じ。地球っていうのはそういうホメオスタシス、恒常性、こういうものがあるから、ジェームズ・ラブロックさんは、まあ、気象学の専門だったか、あの人はジェームズ・ラブロックさんは、という気象の観点から見て、地球っていうのはホメオスタシス、恒常性があるんで地球は生きていると、ね、そう喋ったわけだ。で土もそういう恒常性、ホメオスタシスあるのね。あの窒素が増えれば、なんだ、草がよく伸びると。だけどもそういう草っていうのは柔らかくて、細胞壁とかがね、薄くて柔らかくて、で匂いも薄くて、防衛本能が少なくて、虫が分解して窒素っていうのは虫が外に持って行ってくれたりとかっていうことで、土の中の窒素は減っていく。減ってくれば今度糸状菌が増えて、そういうのは CN 比が、低い方にあるのか、窒素が多い方にあるんで、その糸状菌が死んだ時に窒素がまた増えていくっていうような流れで一定の状態を保っていると、ね、いうことで、土もホメオスタシス、恒常性を持っているということで、土は生きていると俺は言えると思うんだけども、本当に生きていて、でもこの生きているっていうこと、これがね、何によってもたらされるかっていうと、これ全部生き物によってもたらされてるわけね。まあ、生き物だけじゃなくて、その風とか雨とかお日様とか、そういうものも影響してくるんだけども、ね、そういうものがいろいろ関わりあって、そういうホメオスタシス、恒常性、一定の状態に保とうねって約束じゃないんだけども、保とうとして、で土っていうものが、できてるんですけども、うん、で本当に大事なのは菌とか、なんか真菌、ウイルス、虫、微生物、動物、人間もそうだし、植物もそうだし、うんね、風、雨、光、まあ、いろいろね、うん、地熱とかもあるのか、うん、そういうものを含めて全部が相互にそれぞれの役目を果たした上で、食べて食べられで死んだ後分解して、それで出た、まあ、要は人間でいうところの排泄物、うんこだよね。そういうものを植物が利用して、で植物が作れたものを人間が食べて、その残骸を投げて、でまたそれを食べて、まあ、そういう循環の中で、そういう、ね、ホメオスタシス、恒常性、一定の状態に保ちましょう、いい状態にしましょうっていう風に、ね、でまたその流れの中で、である程度の環境ができてくると、新しい草が生えてきたり、新しい生き物が出てきたりって増えてくるのね。本当に動物とか虫とかも変わってくるのね。植物も、ね、最初はペンペン草も生えなかった土も、土作りを続けていくと、ね、箱辺が生えるいい土になったりとか、そういうことが起きてくるんで、そういう変化をしていくのね。あの一定の状態を保ちながらも変化しながら、いい方向に向かっていこうっていう風な、ね、いう傾向があるわけだ。でこれは今何回もぐちゃぐちゃ喋ったけれども、植物、ね、生き物、当然我々栽培者も入るし、いろんなものがね関わっているんで、ね、土の中の微生物、見えない菌とか、ね、あのカビ類とかもね、そういうもの、時々病気をもたらして私にとってはムカつくなって思うんだけども、そういうものがやっぱ大事なわけよね。その大事な生き物メンバーを農薬で殺してしまうってどうなるかっていうと、そういうホメオスタシスをもたらす、恒常性をもたらす、土をいい状態に持っていこうっていう循環の中での一員として、メンバーとしている、そういうメンバーを殺して排除していく。そうすると土っていうのは、ね、そういうふうに恒常性を保てなくなるわけだ、ね、
窒素が増えたり減ったりとか、まあ、その一部分だけ見て喋ってるけれども、ね、窒素の例にして喋ってるけれども、そういう傾向というか能力が失われるわけ。そうするとやはり肥料というものをしっかり入れなきゃいけなくなってくるわけね。でその肥料っていうものも、まあ、植物を育てるにはいいのね、いいんだけども、植物を育てるには窒素、リン酸、カリだと、なんだろう、五大要素、モリブデンだかなんだかとかも最近重要視されてるみたいだけども、そういうふうな栄養素だけを見て、作っていくと。で野菜はできるのか、確かに野菜はできるのね。それでだけど土はできていかないわけさ、ね、土ができないから、土が不健康な状態だから、いつまでも肥料を入れなきゃダメ、いつまでもバランスが悪いから、カビだって本来はね、カビ同士で競争があって、そんなに悪さできないのよ本当は。だけど狙ってカビだけ減らすから、いたずらに都合の悪いやつが増えすぎたりとか、まあ、別のが増えすぎたりとかっていうことで病気になったりするんで、それまた農薬で抑えていく。いつまでもずっとそういうね循環を立っていると、そういう悪循環からも抜け出せなくなるということで、まあここでダラダラって喋ったんだけども、まあよくまだピンとこないっていう人もいると思うんだけども、人間の体に例えると一番いいのは腸ね、腸映してないけども、このお腹の中のね、お腹、腸、腸内細菌の、腸内環境、これに近いかなって思います。腸の中にもいろんな菌がいるよね。ビフィズス菌どこも生きていくのか分かんないけども、乳酸菌を取って食べれば腸内細菌がその乳酸菌を食べたりとか、食物繊維を食べてとか、発酵食品を食べて、キムチ、納豆、ヨーグルトとか、そういう発酵食品を食べてお腹の中も、ね、環境を整えましょうって、ね、まあ、俺減量してダイエットしてるからその辺もちょっと勉強したんだけども、まあ、腸内環境を整えると、まあ、おならとか便とか臭くなくなるんで、そうなると消化不良が起きてなくて、要は効率的に栄養吸収できていますよって、いい体ができますよっていう風な考え方が、まあボディメイクっていうかダイエット減量にはあるんで、まあもしねおならとか臭いっていう人がいれば、それはまあちょっと脱線してるけれども、腸内環境が乱れていて栄養を効率的に吸収できてない可能性があるんで、不健康に向かっている状態なんで、ぜひそういう時は食物繊維とか発酵食品、キムチとか、納豆とか、ヨーグルト、脂肪あるヨーグルトはまあダイエットに良くないで、無脂肪ヨーグルトとか、そういうのを食べて腸内環境を整えてあげる、タンパク質を減らしてあげるとか、そういうバランスを取ってあげると、ね、腸内環境が整って、自分の体が健康になって痩せやすくもなるし、元気になるしと、病気にもなりづらくなると、ね、だから腸内を整えることによって体全体、俺自身が、ね、あなた自身が健康になりますよっていうお話なんだけれども、まあ、そこと同じなのね。土っていうのは土の中もいろんな菌がいて、それらが相互に作用して、そこに植物性の、まあ、人間でいうとこの繊維を入れてあげるとかで、なんだ、堆肥あるじゃん、堆肥っていうのは草、特に草の堆肥、俺おすすめしたいのは草の堆肥。草の堆肥っていうのは、土の植物の栄養としてはまあそんなに意外とないんだよね。だけどもあれらを発酵させてるから、要は人間でいうとこのさっき言ったキムチとか納豆とかヨーグルトとか、そういうものに値するんで、その土の中の環境、まあ、微生物の環境、まあ、人間の腸内環境と整えるのにすごくいいものなんで、それを入れてあげると、ね、同じなんだよ俺らのお腹で起きてることと、土の中で起きてること、菌が、いい菌が、善玉の菌がいっぱい増えてくれることによって、そこに、食べ物、野菜とか、ね、まあ、野菜入れるのは草とかだけども、草の、ね、を入れて、俺は通路に敷いてねって喋るじゃん、入れるじゃん。で、堆肥とかは発酵食品だってことで入れてあげる。そうすると土全体が健康になっていく。で、環境ができてくる。畑全体が、の環境が整って良くなってくる結果、野菜もよくできるようになってくると。肥料をそんなに入れなくてもね。入れるなって話じゃないからね。ね、そんなに肥料を入れなくてもいいものができてくる。ということで土は生きてると。本当に。俺らの腸だって生きてるじゃん。俺らだって生きてるじゃん。土も生きてるんだよ。土も、腸内環境と同じでいっぱいいろんな生き物がいるんで、それらを生かしてみんなで盛り立てていくと、そういうふうな考え方を持って土を作ると、まあ、良くなるかなと思います。
で一番大事なのはそういう化学肥料とかのそのなんつうだ無機物じゃなくて有機物をしっかり入れてあげてほしいなって。ビタミン剤とか人間を飲むけどもそれでも確かに生きられるのね。ビタミン剤ミネラル剤、いや俺もさ減量の時は飲むのね。どうしても食べれる量が減るから仕方なく食べるんだけども、増量期減量じゃなくて増やす時は、まあ、頼らない。そういうものには食べ物で食べれるから補うんだけども、ね、確かに生きられるビタミン剤でも、だけどもよ、食べ物で取った方が当然いいのはもうみんなわかるはずなんで、ね、だから化学肥料ってのはビタミン剤なんだと、ね、堆肥とかは食べ物だと、ね、生の有機物の草を通路に敷くのもそういう状態だと、ね、発酵した堆肥を入れるのもそういうことで、なんだっけ、あ、そう、俺大好きな米ぬかもね、あれもなんつうんだろう、微生物のご飯になるんで、人間で言うとなんだろうな、いい例え出てこないけど、ほら、まあ、また発酵食品になってくるけど甘酒みたいな、うん、そういうような、いい例え出てこないけど、そういうような健康にいい食品に値するのかなと。米ぬかもね、うん、入れすぎはダメだけどね。人間だって何かを食べすぎるとね、体にいいものでも食べ過ぎはダメだから、バランスを考えて何を畑に入れているか。畑も生きている、俺らも生きている、自分のことのように。まあ多分この俺のチャンネル見てる方たちに、ね、半分は65歳以上って、まあそういうデータ見れるんだけども、なんでみんな子育てとか終わってると思うんで、孫とかもいると思うんで、自分の子供の健康を考えるのと孫の健康を考えるのと同じぐらいの気持ちで土に対して健康になってもらおうって、で健康になってもらった上で、野菜を育ててもらって俺らが食べると。で食べて残って、ほらトマトのヘタとか、まあじゃがいもの皮とか、なんか食べれないとかあるじゃん、キュウリのヘタとか、そういうのは土にお返ししましょう。で、枝とか出るじゃん、トマトのさ、枝つか、まあ、幹つか食べれないとこあるじゃん、そういうのもちょきちょきちょきって切って堆肥にして戻すとか、通路に敷いておくとか、でそうやってお礼返しっていうかね、そういうふうな循環を作る。もらうものはもらうけれども循環させて入れてあげる。たまに米ぬか入れて、たまにもみ殻をもらってきて、稲わらももらってきて入れてみたりとか、そういうことで、自分たちの体、孫の体、息子たち、娘もね、含めて、ね、の体を思うのと同じぐらい土の健康も思った上で、土に向き合ってほしいなって俺は思いますんで、うん、そういう観点を持って土は生きてるんだと、生きてるんだからやはりそこに敬意を持って、敬意っていうか、まあなんつうだろう、うん、そういうふうな尊重する気持ちを持って、栽培に当たってほしいな、土作りに当たってほしいなって。相手にも、まあ、言葉のコミュニケーションはできないけれども、もしかしたら生きてるんだから感情があるかもしれないとかさ、それちょっと考えて、なんだろう、向き合ってみてほしいなって。そういう向き合うところから土作りってやっぱ始まると思うん で、そういうこともいろいろ科学的とかなんとかで教えてくれるのが、最初に喋った生きている土、土は生きている、どっちだったっけな、まあそういうタイトルのリンクに貼ってある動画、ちょっと長いけれどもね、にそういうことをが話されてるんで、それぜひ見てほしいなと。まあ、いつその動画が消えるかとか分かんないけれども、過去に出たものは消えたりしてるから、いつ消えるか分からないけれども、見て勉強してほしいなと思います。というか土は生きているんだよっていうことを今回お話ししました。伝え切れてないことがあればまた動画にしますんで、その時はまたよろしくお願いします。